はい、皆さんのお疲れ様です。今回はですね、もう早くもですけれども第2回、運営届け視聴者が考えた新キャラ新スキル紹介というところでやっていきたいと思います。はい、でまあ早いと思うんですけれども、ですね、これに関して言うと、まあ、1動画の中で、まあ、多分3キャラ分が限界だと思ってるんですよね。はい、まあ、なので1日に、3キャラ分その投稿が来たらもう毎日出さないと追いつかなくなってくるというところなので、やはりこちらとしてもですね、まあ、せっかく募集してくれたのならもう全部紹介したいというところなので、多分結構投稿ペース早くやると思います。はい、まあ、ちょっと自分がですね、まあ何ですか、ここ数日なんだろう、まあ、ちょっとこれから忙しくなってくるので、まあ、どうなるかはわからないんですけれども、まあ、今のところは、まあ、その募集頻度に負けないようにこちらも初動画を出していきたいなというふうに考えているところで、まあ、今回は早くも第2回というところで、まあ、皆さんにお届けできればなというふうに思っております。はい、でまあ基本的にキャラが多いんですけれども、まあ、スキルの方も結構来てるというところなので、まあ、今回もですね、まあ、すいませんちょっと、キャラ限定で出させてもらおうと思うんですけれども、まあ、第3回はですね、まあ、スキルの方についても触れていこうと思いますので、まあ、この募集に関してもですね、もう、いつでもお待ちしてますというところなので、まあ、お気軽に、参加してもらえればなというふうに思っております。はい、まあ、というところでもう早速ですけれども、1キャラ目見ていただきたいと思います。それでは行っていきましょう。はい、ということで、本日1回目の、キャラになるんですけれども、 SSR のティオですね。はい、まあ、ついに主人公キャラの中で、まあ、ティオが、SSR になった時の、まあ、スキルとか SSR のティオが出た時に、まあ、どういうキャラになってくれるかというところで投稿してくれたというところですね。はい、でまあ属性は光というところで、まあ、ノーマルのティオはあれ確か土だったかなというところなんですけれども、まあ、光属性希望というところですかね。はい、でアクティブスキル見ていきましょう。クイックアタックプラス、TU が10 TU が10は早いな。でスピリットマイナス1、敵一手に攻撃力の 50% のダメージ、まあ、スピリットがマイナス1なんで、まあ、TU10 だとしても、まあ、なんだろう。うん。特に、まあ、強いっていう感じはしないですかね。で、お次がステルスロック。TU が、50で、スピリットがマイナス3。場に出てきた敵に攻撃力の 50% のダメージ、かっこ永続。一回のバトルで一度のみ使用可能というところで、まあ、これはあれですね、まあ、ポケモンのステルスロックのまんまな感じがするんじゃないでしょうかね。まあ、自分この前もポケモンの例出したんですけれども、正直ポケモンあれなんだっけ、ルビサファで止まってるんで、まあ、正直あんまよくわかんないですけど、まあ、ステルスロックそんな感じのスキルになるんじゃないでしょうかね。はい、でこのティオ自身は多分そんなに火力系のキャラじゃないとは思うんですよね。まあ、なのでそこで場に出てきた時に攻撃力の 50% のダメージ、まあ、それがどれぐらい入るかですけれども、まあ、これプッシュバックとかと組み合わせていくと、まあ、結構厄介なスキルになるんじゃないかなっていうところですよね。というか多分モリー出てきた瞬間にモリー死ねますね。なんかそんな感じ、なんかモリーキラーっていう感じで、自分は結構これ好きなスキルです、ステルスロックに関して言うと。はい、でお次ですね、なんかなんかカタカナでなんか変わった文字書いてあるな。はい、ということでサモンお姉ちゃんですね。 TU が50、スピリットはマイナス5というところで、かなりスピリットが重いスキルになるんですけれども、味方一体を控えに戻し、リゼットの名がついたキャラをランダムで召喚する、召喚されたキャラは受けるダメージを半減しブロック状態となる。1回のバトルで一度のみ使用可能というところで、まあ、リゼットの名がついたキャラをランダムでというところなので、まあ、今リゼットに関して言うと、まあ、すごい数出てるんですよ。多分5、6キャラぐらい SSR で、まあ、多分全属性出てるんじゃないかというところので、水に関しては、まあ、普通のと水着リゼットいるんで多分6、7体あとノーマルいますからね。ノーマルのリゼットがいるというところなんで、まあ、その6、7体のうちの1体がランダムで出てくるというところですかね。はい、これ普通に面白いんじゃないかと思います。まあ、ただブロッカーになるというところなので、まあ、そこがどうかなというところもありますよね。
はい、まあ、ただ闇リゼとか出てきた時に、まあ、ブロッカーになったら、まあ、ポイズンスキンですよね。結構厄介かなと思いますね。はい、まあ、あとはなんだろうな、ヒカリゼットとかアイアンハート持っててアーマー貼ってでドレイン系のスキルも使えるんで、まあ、ブロッカーっていう感じだと、まあ、強いと思いますよね。はい、あとかもともとアーマーがつくのか、召喚されたキャラは受けるダメージを半減するというところなんで、もともとアーマーつきますね。はい、まあ、というところなんで多分どのキャラ出てきても強いですよね。てかもう少女リゼットとかこれ出てきたらどうなるんだろうな。まあ、受けるダメージ半減するのと、まあ、自身でアーマー持ってるというところなんで、かなりのブロッカーになる可能性はありますよね。まあ、多分そこは重複しないとは思うんですけど、まあ、どうなんだろうというところですよね。で、あと多分ステータスに関してはこのティオの育成状況と、まあ、一緒になるんじゃないかなっていう勝手な解釈でございます。はい、まあ、あのジャンヌとかと一緒かなっていうところですよね。はい、サモンお姉ちゃん結構面白いと思いますね。これノーマルのリゼット出てきた時の絶望感半端なさそうですけど。はい、まあ、ということで最後ですね、ミステイクヒール、TU70 のスピリットプラス1、ランダムに選ばれた敵一体の悪影響のある状態変化を直し、最大 HP の 25% を回復するというところなので、これはですね、まあ、事前に、まあ、この投稿来た時に軽くやり取りしたんですけれども、HP の回復は相手が回復するというところで、まあ、完全に相手が得するスキルになってますね。はい、でこれに関してですけれども、自分ですね、この方とこの投稿してきた方とやり取りした時に、このミスティックヒールのところに、まあ、25% ぐらいの確率で勝手に使っちゃうみたいなことを付け足したらさらに面白いんじゃないかみたいなこと言ったんですけど、これあれですね、スピリットゼロの時はもうミスティックヒールしか使うスキルがないというところなんで、多分そこで補ってるっていうところですね。まあ、なのでこの最初のクイックアタックプラスの TU10 のスピリットマイナス1っていうのが多分このミステイクヒールにつなげていくための伏線っていう感じだと思います。はい、これかなり面白いですね。ミステイクヒールに関しても、まあ、なんかティオっぽい感じするっていうところですかね。はい、普通に面白いと思います。まあ、サモンお姉ちゃんがやっぱり魅力的なスキルですよね。はい、まあ、ということでパッシブスキル見ていきたいと思うんですけれども、まず一つ目がチアリゼットというところで、リゼットの名がつくキャラが場にいるとき自身はアーマー状態になりスピリット消費がゼロになる。あ、これも、まあ、面白いですね。ミステイクヒールのデメリットをチアリゼットで消しているというところですかね。はい、これめちゃくちゃ考えられてるなっていうかかなり面白いと思いますこれ。まあ、スピリットゼロになるとはいえですね、まあ使えるスキル、まあでもクイックアタックが TU10 でどんどん飛んでくるっていうところなのか、強そうですね。これは強そうではあるんですけど、まあ、ディバインブロック持ちとかにはあんま無意味っていう感じですかね。はい、面白いかな。はい、でナチュラルボディですね。このキャラのターンでは敵味方のパッシブスキルの効果は発動しない。あ、え、じゃこれブロックとかも発動しないじゃんあ、なるほどね。ってことはこれあのリゼットが場に出てる時にもうひたすらクイックアタックプラスでもうどんなキャラでも殴れるっていうところですね。ティオが強くなるねかなり面白い。普通に面白いんだけどこれ。いや、いいですね。まあでもどうなんだろうな、敵一体に攻撃力の 50% のダメージだから、まあ100TU 分使ったとしても5倍なのか。結構これあれですね、まあまともっていうか、なんか火力に関してもまあ問題ない感じはしますよね。まあただちょっと遅延行為みたいな感じになりそうではあるんですけれども、まあ、このクイックアタックに関してが多分ミステイクヒールにつなげていくためのその一つの、なんだろう、デメリットスキルにつながるんじゃないかというところなので、これは普通に面白いかなと思います。これかなり考えられてますね。はい、いいと思います。なんかバランスもちょうどいい感じがするっていうところですよね。だってやっぱサモンお姉ちゃんの、まあ、ランダム要素というところなので、なんか本当に使ってみたいキャラですね、これに関しては。はい、かなりありだと思います。はい、まあ、というところで、
もう次のキャラいっていきましょうかね。はい、ということで、そうですね、お次のキャラいきたいと思います。はい、ということで本日2キャラ目ですね、見ていきたいかなと思います。でまずアクティブスキルからですけれども、攻撃 TU100 のスピリットプラス2、かっこ他のスキルが打ってない時になると、あ、これ今回あれですね、もうなんだろう、その AI の動きまで書いてくれてるというところで、まあ、かなりなんだろう、その なんて言えばいいんですかねまあ、AI の動きまで書いてくれてるというところなんで、まあ分かりやすいというところですよね。はい、まあ、ということで普通の攻撃というところで、まあ、お次ですね、アクティブチェンジ、これオリジナル要素かなと思います。TU130 のスピリットマイナス2、このバトル中最も TU が高い敵のアクティブスキルを模倣する、かっこ味方2体以上が悪影響のある状態上でなくスピリット2以上の時に優先的に発動。このアクティブチェンジについては、ちょっとこ の投稿してくれた人と、お話ししたんで、まあ後で、さらに補足で説明したいと思います。はい、でお先にレイジブラスタープラスですね、TU が130スピリットマイナス1、敵に対に450ダメージ、4.5 倍ですね、ダメージ、他の味方が倒されるたびに使用可能、で味方が倒されていてスピリット1の時に、優先的に発動ですね。はい、まあ、これは発動条件満たしたら使いやすくなるというか、まあ、使うっていうところじゃないですかね。で、レイジブラスタープラス、敵に対に 4.5 倍を、スピリットマイナス1で打てるというところなんで、まあ、かなり強力なスキルではありますかね。はい、で最後がアロマヒール、TU が70、スピリットがプラス2、味方全員の悪影響のある状態上治す、この効果で治ったキャラは使用者の攻撃力の 600% を回復させ次のターンの TU を 20% 減少させると、これはかなりの、サポート系のスキルになるんじゃないかなと思います。単純にクリアした後に、まあ、状態上が治ったんですけれども、ヒール効果と、クイックの効果が乗ってくるというところで、まあ、強いですね。スピリットもプラス2で打てるというところなので、まあ、これ対人戦だったら、まあ、トリマーアロマヒール打っときゃいいだろうっていうレベルのスキルかなと思います。で、まあ、AI の、行動優先になるんですけども、味方2体以上が悪影響のある状態以上の時に優先的に発動というところなんで、やっぱ味方全体に効果があるスキルというところなんで、まあ、味方2体以上、まあ、半分以上が状態異常がある時に使うというところなんですかね。はい、で、まあ、パッシブスキルというところなんで、先にですねアクティブチェンジについて、まあ、軽く補足させていただきたいと思うんですが、このアクティブチェンジを使った時ですね、まあ、バニール敵の、ね、最も T が高い敵のアクティブスキルを模倣すると書いてあるんですけれども、もう完全にそのキャラになると思ってください。パッシブスキルは例外というか、例外というか、まあ真似しないんですけど、アクティブスキルが全部その敵のキャラになるっていう状態になるっていうところですね。はい、まあ、というところなんで、まあ、例えばですけど、まあ、ミヤシアにアクティブチェンジを使ったら、まあ、攻撃とかレイジブラスターとかいろいろ使えるんですけれども、それらのスキルは一切使えなくなり、まあ、クイックステルスだったりステルスブラストだったり、まあ、サバブロだったりっていうスキルが使えるようになるっていうところですね。はい、まあ、このアクティブチェンジに関してはかなり面白いスキルだと思いますね。はい、まあ、ただ、まあ、AI なんで、まあ、どのキャラに、まあ、チェンジするか、変わるかっていうのは分からないところなんですけれども、まあ、だとしても面白いですよね。はい、まあ、ただパッシブスキルまでを真似するわけではないので、まあ、そこでそのなんだろう、既存のキャラとの違いが出てくるというところですよね。はい、というところなんで、まあ、このキャラのパッシブスキルを見ていきたいと思います。このアクティブチェンジをしたところで、パッシブスキルは変わらないというところなので、まあ、このキャラがもともと持ってるパッシブスキルが結構重要になってくるというところなので、まあ、そこを見ていこうというところですね。はい、ということでパッシブスキルですね、オートクイックというところで、アクティブチェンジ中アクティブスキルの TU を 15% 減少させる、なおオートクイックは状態異常ではないが、このキャラに他のクイック系のスキルを付与することはできないというところで、まあ、アクティブチェンジ使った時に、まあ、相手の、まあ、相手のアクティブスキルを使えるようになるんですけれども、それが全部クイック乗るっていうところですかね、簡単に言うと。
まあ、ただ、まあ、既存のクイックの効果に関しては乗らないというところですね。はい。で、あとはアンチムーブ、控えに戻すことはできないというところなんで、まあ一度チェンジしたらもうそのキャラのまんまっていう感じの考えでいいとは思いますね。はい。まあというところで、まあ面白いですよね。アクティブチェンジがかなり、なんだろう、そのまあオリジナリティあって、でさらにまあ運要素もあって、でさらに戦術面も思ってという感じで、かなり面白いスキルだと思いますね。はい。であと、まあ、さらに事細かく書いてくれているので、そちらも読んでいきたいかなと思います。でまずアクティブチェンジの、こちらも説明書いてありますかね。アクティブスキルしか模倣しないように、こちらがスキル打ってる分回転数が多いので弱いです。なのでオートクイックで回転数上げてますと。それでもおそらくないので、武器は TU が減る効果の多いメイスト杖で考えてますというところで、まあこれどうなんですかね。アクティブチェンジをしたい、アクティブチェンジするのに向いてるキャラって言われても多分パッと出てこないんですけれども、まあまあ、火力キャラに関して言うと、やっぱりパッシブスキルの恩恵が結構大きいところがあったりするんですよね。まあ、例えばミヤシアですけれども、ヘイトステルスのおかげで、高火力を出すことができますと。雷エルミナに関してもステルスブーストのおかげで、まあ、火力が高くなりますというところなんで、まあ、燃焼系に関しても、ハロウィン未来も、バーニングステージですよね、あれのおかげで、まあ、アンガーが乗ってくるというところなので、まあ書いてあるんですけどね、回転数が多いので弱いって書いてはあるんですけど、まあ、なんだろう、これに関してはまあ、ジャンヌとかは面白いんじゃないかなって思いますよね。はい。ガードエンジェルしたらミカエラ出てくるってことですよね。普通に、まあ、その辺は結構面白いかなと思いますね。はい。まあ、あとその辺かな、ジャンヌだとか、あと水着レイとかですかね。まあ、ワンちゃん出てくるというところで、ワンちゃんが2体場に立つかもしれないですね。まあ、その場合は多分なんか使えなそうな気もしますけれども、まあそんなところですよね。面白いかなと思います。っていうか、ミカエラが場に2体立った時って結構えげつないことになるんで、まあ、ジャンヌとこの新キャラ一緒に立って、まあもし、まあ、結構これ運要素になるんで、相手のジャンヌにアクティブチェンジがハマった時が結構恐ろしいことになりそうですよね。はい。もうリジェネの効果が2回発動しそうなするようなもんなんで、まあそんなところですかね。はい。あとレイジブラスタープラス、条件付きの火力技が欲しかったので発動可能なレイジブラスターの女優感を入れましたと。まあレイジブラスタープラス、まあレイジブラスター自身が、まあ、闘技場で見ていくと結構発動しやすいスキルではあるというところなんで、まあそのプラス技ってなってくると、まあ、結構強いかもしれないですよね。はい。で最後に、アロマヒールですね。最近スタンパ対抗の毒火が多いので、クリアヒールクイックの欲張りスキルを入れてますと。レイジブラスターとオートヒールは後発の時を意識して作っているというところで、なんかいろいろとスキル見てはいったんですけど、まあ、実質このアロマヒールが結構強いというか結構壊れてるまであると思うんですよね。これ対人戦になってくると、かなり強いキャラだと思います、このキャラに関しては。まあ、アクティブチェンジもですけれども、まあ、対象は結構選びやすくなるんですよね、対人戦になってくると、まあ、自分で操作するとですけど、まあ、例えばクロノスタント組み合わせて好きなキャラにアクティブチェンジしに行ったりだとか、まあ、あとはその普通に戦闘の流れでですね、アクティブチェンジを使えば、まあ、好きなキャラになれるタイミングもあるというところなんで、まあ、そこが強いですね。で、まあ、特にすることなければアロマヒールとにかく使っていれば、まあ、スピリット補充もでき、クリアの効果もありというところなんで、対人戦想定するとかなり強いキャラにはなってくると思いますね。はい。で、まあ、最後にですけれども、ヘイトは低めで素早さは遅めで考えてますと。上級者向けでうまく使えば強い可能性はあるけど、アクティブチェンジ先がわからないので、ぶっ壊れの時もあれば最弱の時もあると思うので、いい調整だと思ってますというところで、まあ、まさにその通りですよね。はい。まあ、アクティブチェンジが何に入るかっていうのがもう本当に大事になってくるキャラだと思います。とにかくこれアクティブチェンジモリーに入ったら最悪ですよね。まあそこはどういう風に考えてるかはちょっとわからないんですけど、まあアクティブチェンジ先がモリーだったりだとか、あとはまあインポスターだったり、まあなんかその辺にアクティブチェンジ入ったら最悪ですよね。
はい、まあそういうところもあるんで、うん、まあ面白いスキルではあるんですけれども、まあ確かにこの方が言っている通りぶっ壊れの可能性もあれば最弱の可能性もあるというところなんで、まあ普通に面白いですよね。はい、このアクティブチェンジが自分はもうこういうこの発想に至ったっていうのがもう本当にすごいかなというふうに思いますね。はい、新しい考えかなと思います。はい、ということで本日最後のキャラ見ていきたいと思います。行っていきましょう。はい、ということで本日最後のキャラになるんですけれども、まあ、火属性ですね。火属性のキャラというところで、まあ、アクティブスキルがバーンアタック、まあ、これは既存のスキルですね。まあ、暁だったり、火の響きだったりが持っているスキルですね。まあ、攻撃プラスバーニングの効果が、ついてくるスキルというところでございます。で、お次オリジナルのスキル来ましたね。アーマーコマンドというところで、TU が70、スピリットマイナス2、味方全員に敵の攻撃で受けるダメージを 35% 減少させるアーマーおよびワンタイムスタンガードを付与するというところで、まあ、35% のアーマーに関しては、まあアーニャ使ってる人だと結構わかると思うんですけど、結構バカにならないんですよね、あれ。結構厄介なアーマーというところなんで、まあそれを付与し、味方全員に付与するっていうところは、まあほぼアーニャがいるようなものなんで、まあ普通に強いスキルかなと思います。ただ、このアーマーは状態変化として扱われず、攻撃によるダメージを受けたその後解除されるというところで、でこれに関してはちょっと補足がついてたんですけれども、状態変化として扱われずというところなので、まあ、通常のアーマーはですね、まあ、例えばアーマーギフトとかされた時に、まあ、燃焼状態のキャラだとすると燃焼が解除されて、アーマー状態になるんですけれども、まあ、このスキルに関して言うと、状態変化として扱われないので、燃焼状態のキャラにアーマーコマンドを使った場合は、燃焼プラスアーマーという状態になるというところですよね。はい、まあ、なのでやっぱりその燃焼キャラなんで、まあ、周りも燃焼にやっぱなっているのが強いというところなので、まあ、その辺のデメリットはないよというところですよね。はい、で、まあ、ワンタイムスタンガードに関しても、まあ、そのまま1回だけスタンを無視するというところですよね。はい、であとすでに味方がスタンガードを所持している場合はアーマーのみが付与されると、使用者が燃焼状態の時のみ使用可能、使用後 200TU 経過するまでこのスキルは使用できないというところで、まあ、燃焼状態である必要はあるんですけれども、まあ、かなり、まあ、強力ですし、まあ、一度発動条件とかもあるんで、まあ、使いやすすぎずっていうところもあるかなとは思いますね。はい、まあ、ということでお次がバーンストライクプラス、響きのバーンストライクプラスですね。はい、そのまま使えますと。でもやはり燃焼系のキャラというところなので、まあ、火力キャラかと思いきや、まあ、アーマーコマンドがあるんで、まあ、燃焼状態ってやっぱり結構火力キャラ多いんですよね。まあ、ハロウィン未来もですし、火のアンタレスも響きも、まあ、火力っていう感じなんですけど、でサポートキャラで言うと、火のアストリッド、まあ、花嫁じゃない方のアストリッドぐらいしかいなかったというところなので、まあ、ここで、まあ、サポート系のキャラというところで、まあ、いいんじゃないかなと思いますね。で最近の、まあ、燃焼キャラって結構スタンガード持ってないキャラも多いんで、このワンタイムスタンガードも効いてくるかなっていうところもありますよね。はい、まあ、ということで最後がアベンジファイヤーですね。 TA が130、スピリットマイナス2、敵に対に3倍ダメージ、場に燃焼状態のキャラが4体以上いて自身が燃焼状態の時のみ使用可能と。で攻撃対象が場に出てから 200TU 以上経過していれば 4.5 倍ダメージ、この攻撃は敵のダメージ減少効果を無視するというところで、多分このアベンジファイヤーが、まあ、メイン火力かなというところでございます。はい、まあ、発動条件としてはバーンストームですよね。バーンストームプラス自分も燃焼じゃなきゃいけないのか、まあ、というところなんで、まあ、そこそこ発動するのは難しそうですよね。はい、で敵に対に3倍ダメージですね。もうちょっと火力あってもいいかもしれないですね。あのこの発動条件なら、まあ、4倍ダメージでも良さそうっていうところはありますけれども、まあでも敵2体なんで、まあ、確かに3倍はちょうどいい塩梅なのかな。で、まあ、攻撃対象が前に出てから 200TU 以上経過していれば 4.5 倍というところなので、まあ、これ水地のサバイバーキラーみたいな感じですかね。はい、まあ、なのでなんか複合スキルっていう感じがしますよね。
あでそうか、ダメージ減少効果無視するんで、まあ火力としては確かにいい塩梅ついてるかもしれないですね。はい、で武器は、ドベルガックスとか、ブラッドペインとかがおすすめですね。あまあアベンジファイヤーの火力を生かしていくならですけれどもね。はい、まあというところで、であとパッシブスキルですね、フレームチェイン、これもオリジナルスキル、持ってきてくれたというところで、自身のターン終了時に自身が燃焼状態であれば燃焼状態でない味方一体を燃焼にすると。おお、で味方全員がすでに燃焼状態であれば、次のターンの自身の攻撃力が 50% 上昇、アンガーもつくっていうところですね。はい、でこの時他のアンガー系のスキルの効果は上書きされると。でもやっぱパッシブスキルのこのフレームチェインを見たらやっぱ火力キャラって感じしますね。やっぱ火力キャラなんですね。はい、まあ、ただアーマーコマンドは、まあ、自分は全然ありだと思います。はい、でまあ味方全員が燃焼になってないといけないんで、まあ、なんかアンガーに関してはなかなか発動しないかもしれないですね。まあ、ただ羽生アストリッド、そこと合わせていくとまあアンガーも乗りやすいかなっていうところですよね。はいはい、面白いと思いますね。あともう一個あるのか、バーニングスタート、バーニングスタートね。これヒリゼが持ってるスキルですかね。バトル開始時に燃焼にするというところなんで、まあ、やっぱ先発で置くような置く感じのキャラかなとは思います。で先発で置いた時の、まあ、素早さ次第ですけれども、火のアンタレスいるじゃないですか。火のアンタレスとこのキャラがめちゃくちゃ相性いいです。はい、まあ、これ例えばなんですけれども、まあ、火のアンタレスよりも素早さが高い場合ですね、素早さが高い場合、まあ、例えば先発に響き、羽嫁アストリッド、でこの新キャラと火のアンタレスを置いた時に、火のアンタレスがですね自分の最初のターンを迎える時に、もう燃焼になってるんですよね。このフレームチェーンがあるんで、このフレームチェーンの効果で燃焼になってて、かつ、場が結構もう燃焼広がってると思うんですよ。バーンストライクを初っ端から使えるというところなんで、まあ、バーンストライク使って相手にも燃焼が1体、でこちら4体か4体が限界なのかな。響きだとヒリゼを使ってればもしかしたら相手の場が6体にもなるかもしれないというところなんですけれども、まあ、初っ端からアンガーが乗った、ファイアーストーム、バーンストームか、バーンストームを火のアンタレスが使えるんですよね。それは多分めちゃくちゃ強い動きだと思います。はい、まあ、なので、まあ、火のアンタレスと羽嫁アストリッドとの組み合わせで、かなり恐ろしい効果は発揮しそうですよね。はい、まあ、そんなところで、まあ、組み合わせやすいというところも入ってくるので、普通に強いキャラですし、まあ、なんだろう、本当に実装されてもおかしくないような性能してますよね。はい、まあ、個人的にアーマーコマンド推しです。まあ、なんか燃焼系でこういうサポート系のスキル持ってるキャラっていうのも少ないんで、アーマーコマンドは推し技ですね。はい、うん、やっぱりフレームチェインもあるんでどちらかというとサポートな気もしますよね、燃焼系の。まあ、ただこのキャラ自身が燃焼解除された時が結構きついかもしれないですけど、多分そうなってくると、バーンアタックを一回挟まなきゃいけなくなるんで、まあ、そこはちょっと厳しい動きになるかもしれないですね。トリカはまあ、自分は結構もう前から言ってるんですけど、そろそろクイックバーンぐらいだったら実装してもいいんじゃないかなと思ってるんですよね。まあ、70TU なり 50TU なり、あ、まあ 70TU かクイックだから 70TU なりで攻撃しながら燃焼になる技、あれはそろそろ実装してもいいと思ってるんですけど、まあ、なかなか来ないですね。クイックステルス来てるのに、クイックステルス、クイックポイズン来てんのにクイックバーン来てないんですよね、まだ。はい、まあ、そんなところで多分クイックバーンら辺はそろそろ来るんじゃないかなっていう予想でございます。はい、なんか最後に関係ない話しちゃったな。はい、まあ、ということで今回、また3キャラですね紹介させてもらったんですけど、なんか全部まとまってましたね。はい、普通に面白かったです。はい、まあ、やっぱ一番衝撃だったのはサモンお姉ちゃんですかね。はい、もう名前のインパクトもすごかったですよね。はい、まあというところでですね、まあ、今回は、締めさせてもらおうと思うんですが、まだまだ募集はしております。はい、
まあ、ただやはりですね、募集が多くなってしまうと、まあ、その動画出すのも大変になってくるというところなので、全部は出せないかもしれないというところなんですけれども、まあ、やはりその運営の人も見てる可能性はあるので、ぜひともですね、まあ、こんなスキル実装してほしいっていう、まあ、スキルだったりキャラだったりか、こんなスキルだったりキャラだったり実装してほしいっていう人はもうガンガン、まあ、その参加してほしいかなというふうに思います。はい、まあ、というところで、この動画が面白いと思いましたら、チャンネル登録高評価よろしくお願いいたします。それではご視聴ありがとうございました。